やがてそれがオールドラントの死滅を招くことになる。 ND2019 キムラスカ・ランバルディアの陣営はルグニカ平野を北上するだろう。軍は近隣の村を蹂躙し要塞の都市を囲む。やがて半月を要してこれを陥落したキムラスカ軍は玉座を最後の皇帝の血で汚し、高々と勝利の雄たけびを上げるだろう。 ND2020 要塞の町はうずたかく死体が積まれ、死臭と疫病に包まれる。ここで発生する病は新たな毒を生み、人々はことごとく死に至るだろう。これこそがマルクトの最後なり。以後数十年にわたり栄光に包まれるキムラスカであるが、マルクトの病は勢いを増し、やがて一人の男によって国内に持ち込まれるであろう。お前たちやめろよ、やめるんだ。聖なるホムラの光は汚れし気の浄化を求め、キムラスカの恩機関都市へ向かう。そこでドガとされた力を持ち、救いの術を見出すだろう。よっ、しっかりしろルーク。今のは僕があなたに送るスコア。数あるあなたの未来の一つの選択肢です。頼るのは不本意かもしれませんが、僕にはこれぐらいしかあなたに協力できない。バカ野郎、今までだってたくさん協力してくれただろう。これからだって。ルーク、そんな顔をしないでください。僕の代わりはたくさんいます。そんなことない。他のレプリカは俺のことを何も知らないじゃないか。一緒にチーグルの森にいたイオンはお前だけだ。ティア、こちらに。僕があなたの勝機を受け取ります。そんなことしたら同志が。言ったでしょう、一つだけあなたを助ける方法があるって。セブンスフォニムは互いに引き合う。僕のセブンスフォニムの帰りに合わせてあなたの汚染されたセブンスフォニムをもらっていきますよ。イオン！いいんです。もう僕を監視しなくていいんですよ、アリス。ごめんなさい、イオン様。私今までありがとう。僕の一番一番出来のいいレプリカだったが、やはり正しいスコアは読めなかったか。スコア、スコア、スコア、バカの一つ覚えみたいに。そんなものが何だって言うんだ。バカを言うな。人類が存続するためにはスコアが必要なのだ。そんなものがなくたって人は生きていける。
スコアの通りに生きれば繁栄が約束されているのだ。それを無視する必要があるのか。私は監視者だ。人類を守り導く義務があるのだ。私はこのレプリカどもを使ってユリアのスコア通り必ず戦争を引き起こしてみせる。それこそがただ一つの救済の道だ。どうしたらいいんですの？彼らは軍人ではありませんわ。戦うにはあまりに。その人たちは支持する人がいなければ危害を加えません。私が保証します。ここはモーツ様を見逃してください。そうすれば彼らもおとなしく引き下がります。しかし逃げられてしまいましたね。仕方ありません。それにしてもあんなに大勢のレプリカを作り出すなんて。きっとバンが残したフォミクリーのレプリカ情報だ。そうでなければほどの住民のレプリカまで作れるはずがない。詮索は後にして、まずはアニスのご両親をダートへ送り届けましょう。アニス、それでいいですね？はい。ハリエット様、動いてはお怪我に障ります。イオン様を殺した。アニスはイオン様を殺したんだ。お待ちください。アニスは私どもがモース様に囚われたため。パパは黙ってて。そうだよ。だから何？ネクラった。イオン様はアリエッタの恩人。ママの仇だけじゃない、アニスはイオン様の仇。アリエッタはアニスに決闘を申し込む。受けて立ってあげるよ。アニス！いいの、こいつとは決着つけなきゃいけないんだから。場所は後で立ち会い人から知らせる。逃げたら許さないから。アニス、決闘なんておやめなさい。話せばわかることもあるでしょ。アリエッタ様だってきっと。ママは黙ってて。アニス、でも。黙っててって言ったでしょ。待てよアニス。手分けしてアニスを探してみましょう。ああ。オリバーさんたちも。パパとママのことは言わないで。なあアニス、今回のことは仕方なかったんだ。オリバーさんたちを人質に捕らえていたんだから。違うの。私最初からイオン様を騙してた。モースにイオン様のすること全部連絡しろって言われて、ずっと全部報告してたの。戦争を止めようとしてたことも、ルークたちと一緒にいたことも全部。アニス、それは。だからタルタロスが襲われたのも、六人将が待ち伏せしてたのも私のせいなんだよ。それもオリバーさんたちを盾にされてたんじゃないのか。パパたち人がいいでしょ。私がうんと小さい頃騙されてものすごい借金作っちゃったんだ。それをモースが肩代わりしたの。だからパパたちは教会でただ働き同然で暮らしてたし、私もモースの命令に逆らえなかった。うん、ずっと嫌だったよ。イオン様ってちょっと天然って感じで、騙すの辛かった。だけど私、パ
パもママも大好きだったから。アニス、偉かったな。偉くない、全然偉くない。私イオン様を殺しちゃった。イオン様、私のせいで死んじゃった。アニス、これやるよ。ザレッホ火山で拾っておいたんだ、イオンが呼んだスコアの布石。イオン様の。これからどうする？ダートに残るか？ううん、一緒に行く。イオン様が生きていたらルークたちに協力してたと思うから。わかった。じゃあみんなのところへ行こう。落ち着いたようですね。はい、大佐。私もう少しみんなと一緒にいて考えたいんです。私がこれからどうしたらいいのか。アニス、気をしっかりね。これからどうしたらいいのかしら。スコアの件は教団内が再編されるまで難しいと思うし、アッシュを探すにもどこを探したらいいのか。私、イオン様の最後のスコアを活用してほしい。ベルケンドに正気を消すための情報があるっていう、あれか。そうだな。せっかくイオンが俺たちに残してくれた言葉だもんな。ねえ、今はそれしかないでしょう。ですが、いずれ考えなければなりませんわね。私たちはバンの求めていたスコアを読めない世界を回避しました。だからといってスコアを全肯定しているわけでもありませんわ。スコアをどうしていくのかだよな。なんとか事態を落ち着かせて会議に持ち込みたいな。そうですわね。ヒオン様、私のせいでごめんなさい。たった数年しか生きていないのに、私が死ねばよかった。私が死んじゃえばよかったんだ。いや、あいつなんでプラネットスコアなんて。アニスのご両親を盾に取られていたからか。それとも賢い方です。私たちが救出に来ることも分かっていて、ティアの正気を受け取るため自分が消滅することを想定していたのかもしれません。そんなこと、ティアが知ったら。ティアは気づいていると思うぜ。アニスと同じでさっきからずっとだんまりだ。イオン、どうして命を捨てるような真似を。バカ野郎。ルーク、攻める相手が間違っていますわ。その選択をさせたのはモースなのですわよ。そうだったな、あの野郎。俺は何があってもあいつを許さねえ。俺たちはスコアを否定した。その俺たちがイオンのスコアに頼るなんて。どうしイオンはスコアを数ある未来の選択肢の一つとして捉えてくれとおっしゃっていたのよ。あの方のスコア通りに行動しなければいけないわけじゃない。スコアを未来に生かせということですわね。無条件に従うのではなく、可能性の一つとして判断材料にしてほしいということですわ。イオン様のスコアは正確だよ。ルーク、信じられないの？それとも信じたくないの？違う、正確だってことは分かってる。信じてるからこそイオンのスコア通りに動いてるんだ。だけどこれが成功すれば
今後もスコアに頼りたくなってしまうのではないかですね。今回だけ、今回だけ、そう言って頼り続けない保証があるか。じゃあイオン様の言葉を無視するの？お願いだからそんなことしないで。そんなことはしないさ。ただ理想と現実の差に自分がイラついてるだけだ。